会社員 VS クレジットカード課長、支払いの管理編。カードでお願いします。こちらの金額でお間違いないでしょうか。ご確認の上暗証番号の入力をお願いいたします。はい、一括。誰？クレジットカード課長だ。ちゃんと金額を確認したか？あ、忘れてた。僕やってて、うっかり忘れちゃう。もしも間違った金額が表示されているのに気づかないで暗証番号の入力やサインをすると、その金額を支払わなきゃいけないんだぞ。あと利用明細と付け合わせて確認するために伝票は捨てずに取っておくように。それから使った覚えのない内容があったらクレジット会社にすぐ連絡をするんだ。なるほど、これからは確認忘れません。ありがとうございます、紅のニート課長。クレジットカード課長だよ。ボーナス払い。